まゆりとゆいりの教えてリプキズ。今回紹介するのは、私なんですか？はや、双葉さんちのゆいりちゃん。さあさあ、ゆいちゃん、自己紹介を。まずは3サイズから。最初に3サイズなんて自己紹介はないよね。後に回されても言わないけど、双葉ゆいりです。まゆちゃんとはクラスメートで昔からお友達だったんです。突然転校しちゃったからすっごく寂しかったんだけど、三つ葉台に戻ってきてくれて嬉しかったです。私もまた会えて嬉しいよ、ゆいちゃん。まゆちゃん、ひしで、感動のハグなんて茶番はこのくらいにしてね。茶番じゃないよ、私はまゆちゃんにまた会えて本当に嬉しかったんだから。またまた、私よりも兄に会えたことの方が嬉しいんじゃないの？ほら、兄の方が嬉しかったんだ。女の友情なんてそんなもんなんだ。そんなことないよ、まゆちゃんと会えたのも嬉しいよ。もうになってる、私の優先度が下がってる。いや、まゆちゃんは大切なお友達だよ。いや、イノさん、分かってる分かってるから。ゆいちゃんは兄のこと大好きだったからね。昔からほの字だったもんね。ほの字って最近の子はあんまり知らない言い回しだと思うよ。私も昔の漫画でギリギリ知ってるくらいだし。でも、お兄さんのことは昔から好きでした。あやねさんが学園中の男の子の憧れなのと同じで、私はお兄さんが憧れだったんです、昔から。ふん、憧れか。まゆちゃん、どうかしたの？なんでもない。私はゆいちゃんの恋路を応援してあげるってだけさ。ありがとう。今はまだ片思いだけど、いずれお兄さんと付き合いできたらいいな。お兄さんと結婚しちゃったりしたら、立石ゆいりになっちゃったりして。というわけで、夢見る乙女のゆいちゃんでした。